さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、ギャルデメイドな、こちらの美少女のフィギュアです。かぐや様は告らせたい。ファーストキッスは終わらない。デンドロイド、早坂愛。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。かぐや様の近似である早坂愛が、デンドロイドになりました。イエイ！神谷様を告らせたいという作品に、早坂愛というキャラが出てくるんですけど、見た目おしゃれな JK ギャルなんですが、かぐや様のメイドでもあるんですよね。かぐや様との主従関係は秘密にしているため、学内では基本的にギャルなんですけど、かぐや様の前ではクールな従者になります。近似として、様々な知識や技能を習得していて、世間知らずで、何かと世情に疎いかぐや様のフォローすることも多い苦労人でもあるんですね。主従関係を秘密にしているので、対象に応じて早坂という男の姿になることもあります。白金会長を誘惑するのに接触した際には、早坂ちゃんという天使のように可愛い美少女に変装したこともあるんですよ。重度のマザコンであり、交際経験がないので、キスなどの話になるとタジタジしたりして、うぶな一面を見せたりするんですよね。趣味は自作パソコンで IT 関連に詳しくて、最新のスマホのカタログスペックを眺めてウキウキになったりします。そんな早坂が、今度デフォルメされたフィギュアシリーズのネンドロイドになって発売されるみたいなんですよ。早坂に色々な意味で奉仕してもらいたかった人にとっては、ありがたいフィギュアかもしれません。気分爽快です。約100ミリのサイズに、早坂の魅力が詰め込まれていますよ。着崩した制服やギャルっぽさも、デフォルメされつつバッチリ再現されていますね。早坂をあなたの専属メイドにすることもできるかもしれません。これが君の愛なんだね。交換用表情パーツには、すまし顔、厳しい顔、嫌な顔の3種類が用意されています。表情を交換することにより、同じポージングでも受ける印象も変わってくるのではないでしょうか。学校でのギャルな一面に、かぐや様の近似としての一面も再現ができますね。ファンサービスだ。オプションパーツには、カバン、マイク、スマホが付属されています。付属パーツを組み合わせることで、劇中のいろいろなシーンを再現可能です。マイクを持たせればカラオケのシーンや、アップで自分の気持ちを打ち明けるシーンも再現できちゃいます。いろいろあるんだね。また越売りの忍宮かぐやをはじめとする本作のキャラのネンドロイドと並べれば、再現できるシーンの幅も広がります。お屋敷内でのかぐや様とのコミカルなやりとりのシーンをいろいろと再現して楽しむことだってできますよ。早坂のさまざまなシーンを再現してお楽しみください。いいね、好きだよ俺はそういうのが。こちらのネンドロイドは2024年1月に発売です。そしてお値段は5790円です。このネンドロイドをお迎えしたら、早坂のさまざまなシーンを再現したりして SNS などで自慢してみてはいかがでしょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事は下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。